こんにちは、速稼塾の久保でございます。暗号通貨ね、値上がりしましたね。そして値下がりしましたね。ここ何日かって結構皆さんドキドキしたんじゃないですかね。暗号通貨で、私は暗号通貨かなり前に仕込んでいまして、あとはテクニカルのまんまに放置して、いつ利確するかってことも最近はね、もう言わないことにしましたけども、前回まで申し上げてましたよね。これちょっと意味が分かったと思うんですよ。これで全てテクニカルだと思うんですよね。で、今回値上がりしてゴンと値下がった、まあ、そこにもちゃんと訳があって、この売り圧力っていうんですかね、利確のポイントってくるんですよ。例えば BTC って68円から68万円から95万円の間に買った人って結構多いんですよ。その方が利確するポイントをずっと探してたんですよね。当然ですけども、95万で買った人って100万とか110万ではなかなか利確しません。68万の人でも100万程度ではなかなか利確しないと思うんですよ、うん、そうなってくるとですね、150万150万あたりでだいたい利確組っていうのが出てき始めるんですよね。で、本格的に利確をするそのゾーンっていうのが190万から200万、この間なんですよ。で、このあたりで新規で買いを買った人っていうのは塩漬けです。これ前回と一緒です。高値掴みってやつですよね。でも一番上手なのは100万以下で買った人が、まあ、倍額ぐらいになってエグジットって感じですよね、まあ、だから私95万前後で買って100万円を超えたらもうね、買いませんよと、売り場を探す時ですよっていうふうに申し上げていたのはこのあたりの理屈なんですよ。で、同じ理屈を使うと XRP も68円から74円の間に売り圧力が何層かに分けてあるってことはね、一部の方には説明しましたよね。で、まさに74円75円あたりからこれ急落しましたよね。これはね、利確組が大量に入ったんですよ。特に10円以下で XRP 買った人ってのは結構いますからね。枚数も多いですから、そこは。だからそういう方が利確してマンションの、ね、一括購入代金にしようとか、大きくなった借金を払っちゃおうとかね、なんかのビジネスのために例えば8000万とか必要だと思ったらそこで全決済するんですよ。で、そういうふうな価値を確定した人がドカンと買うんで値段がぐっと下がってね、まあ、行くわけなんですよね。そういうことがテクニカルで読めていれば、例えば70円を超えて買うってことはないと思います、うん、XRP にすればね。で、 BTC も150万で買うってことはないと思うんですよ、ちゃんと見えてれば、うん、ですので、まだ思うなりもまだなりで150万とか140万とか130万で買った方はちょっときついんじゃないかなと思いますよね。もちろん損ばっかりじゃないと思いますけどもね、そこで買ったらもう遅いってことかなと。で、あとは ADA ですね。 ADA はね、プレセール組が 0.2 円とかで買ってますんで、上場していきなり300倍とか500倍とか800倍とかになりましたんで、多分その間で買ってる人ってあんまりいないんですよ。だから買いがたくさん入って売り圧力になるところが100円から120円の間ですね。で、一時期 ADA ってのは1ドルを超えて150円とかまでいったはずなんですよ。そっから大暴落って感じで今ね、15、6円になってるって感じだと思いますし、先日まで20円ぐらいは差していたんだと思うんですよ。だからこれね、全て買い圧力で、 ADA ってのはプレセール組が多くって、で、高値掴みが多くって、間があんまりないんですよ。だから値段がすごく変わりやすいですね、その辺に行ったら。今はあんまり変わんないです。1エーダーを例えばね、7円とか8円で買った人が一番多いからなんですよ。私はそういうふうに見てますけどね。うん。で、結論何が言いたいかっていうと、今から買うんではなくて、今はどのタイミングで売ろうかなって待ち構えてる人が勝者ですってことなんですよ、うん、だから目立ち始めて見てももう遅いですからね。 YouTube の暗号通貨がいろいろ騒がれ出した時ってもうすでに遅い時なんですよね。これは以前の ICO でも同じことを私申し上げたと思いますけども、うん、だからもうすでに仕込んでいないといけないんですよね。もうね、この時期にっていうか、もう半年以上前に、うん、仕込んでいないともうなかなか難しいよってことですよね。はい、では以上でございます。